オーフォード伯エドワード・ラッセル初代、オーフォード伯爵エドワード・ラッセルは、イギリスの貴族、軍人、イギリス海軍に所属して、多くの選考を重ねた。1653年、ベッドフォード伯フランシス・ラッセルの罰師、エドワード・ラッセルの息子として、生まれた。ベッドフォード伯で、後のベッドフォード公、ウィリアム・ラッセルは叔父にあたり、重視で、ウィリアムの娘マーガレットと結婚したが、 子供は生まれなかった。海軍に入隊して1671年に中位となり、1672年に尉に昇進、同年から1673年の英乱戦争で、イングランド艦隊に乗り込み、オランダ海軍と戦い、1676年から1682年まで、ジョン・ナーボローの艦隊に属して、地中海の海賊征伐に努めた。しかし、 翌1683年に、いとこで妻の兄のラッセル卿、ウィリアム・ラッセルが、ライハウス陰謀事件で、首謀者として処刑されたことを不満として辞職、おじと共に、オランダ総督ウィレム三世に接近していった。1688年、シュルーズベリー博チャールズ・タルボット、デボンシャー博、ウィリアム・キャベンディッシュ、ダンビー博トマス・オズボーン、ラムリー・ダンシャク・リチャード・ラムリー。 ロンドン主教ヘンリー・コンプトン、ヘンリー・シドニーラ6人の貴族と共に、ウィリアム3世に招聘状を送った後に、オランダへ渡り、11月に、オランダ軍に加わり、ジェームズ2世を追放。翌1689年に、ウィリアム3世、メアリー2世夫妻が即位すると恩賞として、海軍主計長官に任じられ、政権に入った。おじも数密院議員となりラッセル教の名誉が、 回復され、後に、ベッドフォード公爵に助爵されるなど、ラッセル家は名誉革命を機に栄達を遂げていった。大同盟戦争では海軍を指揮して、フランス海軍と戦い、1690年に、トリントン博アーサー・ハーバートから、海軍の指揮を引き継ぎ海軍帝督に任命されてから、海軍の建造に努め、1692年の、バルフルール・岬とラ・オーグの海戦で、トゥール・ビル博、 アンヌイ・ラリオンド・ドコ・タンタンが率いるフランス海軍に対象、フランス軍のイングランド侵攻を阻止した。戦後、国務大臣のノッティンガム博、ダニエル・フィンチと衝突して、海軍の指揮を外されたが、1693年に、ラゴスの海戦で、イングランド戦団が壊滅すると、ノッティンガムが降鉄され、海軍帝督に復帰、翌1694年に、 ホイック島政権が出来上がると海軍教に任命され、閣僚の一人に選ばれ、ホイック島の中でもジャン党と呼ばれるグループの一員として台頭した。1694年から1695年まで地中海に向かい、カディスを占領、スペイン遠征に向かったフランス陸軍と海軍を建成した。帰国後は、ジョージルークに海軍の指揮を交代。 1696年のウィリアム三世暗殺未遂事件の関与が疑われたが潔白が証明され、1697年からウィリアム三世不在のイングランドを任されるようになりオーフォード白爵、バーフラー死爵、シドニー男爵に除釈されたが、1699年に海軍卿を辞任した。辞任後はスペインを多い継承問題で議会に相談せず、 ウィリアム三世及び少数の側近と共に内密に取り組んだことをトーリー党政権から非難され1701年に弾劾裁判が行われたが無罪となり1706年にイングランドとスコットランド合同の交渉委員の一人に選ばれ条約を調印1709年に保育党政権により海軍教に再任されたが1710年にトーリー党が 与党の座を奪還すると、辞任。1714年に、ハノーバー朝のジョージ一世が即位して、ホイック党が政権を奪うと三度目の海軍教に、認じられた。1717 17年に辞任して、引退。1727年に74歳で、亡くなった。尺位はすべて消滅したが、王ー,ード白位は1742年に、ロバート・ウォルポールが、 ジョージ一世に与えられ復活することになる。1689年から、ケンブリッジシャーのチッペンハムを、所有、屋敷を改装して亡くなるまで、庭園拡張に取り組み、庭園は、チッペンハムパークとして現存している。イギリス革命士 P35,P40、P52、P56、P109、英国の貴族、P214,P220。P イギリス革命史、P165P171P190P192P198P200P206P207P216P217P230P231 スペイン継承戦争 P27P30P263P286P288 P387 から390ありがとうございます。